ダニエル・ジェイ・バーンズは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ナッソー軍、マンハセット出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB トロントブルージェイズ参加所属。愛称は、バーン・ジー。2010年の MLB ドラフト35巡目で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブルージェイズで、プロデビュー。A 級。 ランシングラグナッツでもプレーし、2球団合計で22試合に登板して1勝1敗、1セーブ、防御率2.15,53奪三振を記録した。2011年は A 級ランシングでプレーし、44試合に登板して5勝1敗13、セーブ、防御率2.32,99奪三振を記録した。2012年は、 A 級ダニーデンブルージェイズと AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレイし、2球団合計で51試合に登板して1勝3敗34セーブ、防御率1.87、65奪三振を記録した。2013年も A 級ダニーデンと AA 級ニューハンプシャーでプレイしたが、回戦筋鍵盤を痛めたため、2球団合計で4試合の登板にとどまった。2014年は、 A 級ダニーデンでプレーし、36試合に登板して0勝5敗7セーブ、防御率4.19、49奪三振を記録した。2015年は A 級ニューハンプシャーでプレーし、40試合に登板して3勝2敗4セーブ、防御率2.97、74奪三振を記録した。2016年は開幕を A 級ニューハンプシャーで迎えた。 トリプル A 級、バッファロー・バイソンズを経て8月2日にメジャー初昇格した。同日のヒューストン・アストロズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは12試合に登板して防御率3.95、14奪三振の成績を残した。2017年はリリーフの一角として60試合に登板し、3勝6敗、防御率3.55を記録した。 2018年6月11日のタンパベイレーズ戦で100登板と100奪三振を達成した。6月22日に左膝犬炎で10日間の故障者リストに入り、8月1日に復帰した。レギュラーシーズンでは47試合に登板したが、防御率5.71だった。2019年1月29日にフレディガルビスの加入に伴ってフェとなり、 2月5日にマイナー契約で AAA 級バッファローへ配属された。ありがとうございます。